2023年に開催され、日本が優勝して終了した。ワールドベースボールクラシック WBC。 この大会で日本の勝利に大きく貢献したラーズ・ヌートバー選手は、日本のファンの心をつかんだのではないでしょうか。今回はそんなヌートバー選手が日本に移籍する可能性があるのか、また日本のどの球団が彼を獲得するのか、そして彼が日本に来た際の年俸についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。ヌートバー選手が日本でプレーする可能性についてですが、彼の手記によると、彼は米国に来てから仲間たちに離れるのは寂しいと伝えたそうです。そのため彼はいつか日本に戻ってきたいと思っており、キャリアのどこかで日本のプロ野球でプレーすることを望んでいます。現在ヌートバー選手は25歳でメジャーリーグで3年目を迎えています。2022年にはカージナルスで108試合に出場し、レギュラー選手として成長しました。彼の成績も上々で、打率2割2分8厘、14本塁打、40打点という数字を残しています。彼はメジャーリーグでプレーすることを望んでいますので、日本への移籍はまだ先になるかもしれません。そんな中でカージナルス所属の外野手ラーズ・ヌートバー選手がトレード放出される噂が広がっています。なぜ彼が放出されることになったのでしょうか。またこの報道を受けて、日本からも彼に対するラブコールが上がっています。ヌートバー選手は日本の球団に移籍することができるのでしょうか。カージナルスはトレード期限で売り手になるということで、ヌートバー選手は放出候補の一人として名前が挙がっている状況です。ヌートバー選手がなぜトレードの対象になっているのでしょうか。 MLB の記者によると、カージナルスは若手の投手を獲得するために若手の打者を出すという議論をせざるを得ない状況だと SNS で説明しているそうです。カージナルスは現在低迷しており、若手投手を獲得する必要があると言われています。そのため以下の若手野手が放出されるのではないかと噂されています。ノーラン・ゴーマン内野手23歳、トミー・エドマン内野手28歳、ディラン・カールソン24歳、タイラー・オニール外野手27歳、ヌートバー25歳。そんなヌートバー選手は2023年の開幕戦では初めてスタメンに起用され、1番打者として42試合に出場していました。ヌートバー選手のトレード放出の報道を受けて、日本のプロ野球ファンからは彼が日本に来てほしいという声が上がっています。しかし実際にヌートバー選手が日本のプロ野球球団に移籍することはできるのでしょうか。おそらく彼は MLB 内でトレードされることになるようです。日本国籍の NPB 所属選手がメジャーリーグに移籍する場合、ポスティングシステムや自由契約 FA の方法しかありません。ポスティングシステムが導入されてから、日本からメジャーリーグへの金銭トレードは禁止されています。外国人選手も日本人選手と同じように契約期間終了後に移籍することが多いです。 WBC で日本代表として活躍したヌートバー選手、日本の野球ファンとしては彼が日本で活躍する姿を見たいと思う気持ちも理解できますよね。今後カージナルスの判断やヌートバー選手の動向に注目が集まるでしょう。ヌートバー選手がトレードで放出されるとの報道ですが、現時点ではまだ確定ではありませんが、カージナルスはどうしても投手を補強したいようです。今後のカージナルスの判断にも注目が集まりますね。こういった経緯もあり、巨人がヌートバー選手を獲得するという情報があります。巨人が彼を獲得する理由は、彼の性格が良く、そして特にアグレッシブなプレースタイルが今の巨人に求められているからです。また巨人は他の球団に比べて人気選手が少ないと言われており、そのために WBC で人気を得たヌートバー選手を獲得したいと考えているようです。
数十年前、巨人にはウォーレン・クロマティという活躍した外国人選手がいました。彼の移籍後、クロマティ選手は大活躍し、日本人から絶大な支持を得ました。そのためヌートバー選手が巨人に移籍すれば、彼も令和のクロマティ選手と呼ばれる可能性があります。巨人が人気選手を獲得することでチームの人気も高まることは間違いありません。ヌートバー選手を獲得することで、巨人は令和のクロマティ選手を生み出すことを目指していると考えられます。しかし、ヌートバー選手は WBC を通じて実力を証明し、日本での人気も高まっています。そのため巨人が彼の獲得に乗り出す可能性は非常に高いと言えます。巨人が獲得に動く可能性がある一方で、ヌートバー選手はソフトバンクにも期待されています。10月21日、ソフトバンクは MLB カフェ福岡でヌートバー選手のトークショーを開催すると発表しました。以前からヌートバー選手がオフに来日を検討しているとの報道がありましたが、このトークショーが実現することになりました。最初の報道では NPB 入りの可能性に期待の声が広がりましたが、今回のイベントはソフトバンクが主催しているため、ソフトバンクへの移籍の前触れではないかとの憶測が強まっています。ソフトバンクは現在右打が不足しており、さらにここ数年一番打者の固定に苦しんでいます。ヌートバー選手は日本に馴染みやすい性格であるし、ソフトバンク入りの可能性が高いのではないでしょうか。ただし現在ヌートバー選手はカージナルスのレギュラーとして活躍しており、移籍する可能性は低いと思われます。もし彼が移籍することになった場合は、自身が日本行きを望むなら争奪戦が起こるかもしれません。そういったことから、ヌートバー選手が日本へ移籍する際の年俸が5億円になるので、ハトの情報がありました。確証を得る情報はありませんでしたが、2023年のヌートバー選手の年俸は約1億3000万円であり、ここ2年間の年俸は次の通りです。2021年は約2900万円、2022年は約7050万円です。メジャーリーグでは最低年俸保証制度があり、2022年の保証額は約9500万円でした。2023年5月現在、ヌートバー選手の契約はメジャーリーグの中でも最低ランクとされています。メジャーリーグの平均年俸は約5億5600万円であり、日本プロ野球は4312万円です。平均年俸においてメジャーリーグは日本の12倍も高いですね。ヌートバー選手がカージナルスのレギュラー選手として活躍しているため、メジャーリーグでプレーすればより高い年俸を得ることができる状況で、今後の活躍次第では年俸が5億円に到達することは予想できます。 WBC での活躍も見ていると、年俸は上昇していくと思われるため、今後の活躍にも注目が集まりますね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。